ハロー、ダジャハー、皆さんこんにちは、アキコです。今日はですね、冬広場というモール、秋広場というモールに来ています。今日はモールの中を歩いてみたいと思います。では行ってきます。以前ですね、ここのスーパーに来たので、その様子はまた別の動画で見ていただけたらと思います。何かやってますね。すごい人がいっぱいいる。お、なんだあれは。あ、すごい、なんかやってる。見えますか。すごい素敵、ダンス大会みたいな。ちょっとダンスバトルみたいなのですかね、きっと。あ、ここに書いてあるのか。Let's dance。これですね。スイちゃん、シェイテオ。え、誰でもいいの ？K-POP ランダムダンスって書いてる。いきなり出れる？そんなことはないよね。ちょっと見てみます。すごい。人がいっぱい。だいぶ人の集まってるイベントですね。ここの階段ね、いつもは人誰もいないんですけど、今日はイベントなので人が多いです。これ今日の動画、私の声何も聞こえないかも。 K-POP ランダムダンス。ここの冬広場というモールは5階建て、地上5階建て。はい、ということでモールの中ちょっと歩きます。騒がしいかな。ちょっと上の方行ってみましょうか。ここのモールはですね、十ジャンシンチャンという地下鉄の駅から歩いて5分10分ぐらいかな。一応春広場、夏広場、秋広場、冬広場という4つのモールがありまして、冬広場はね、正直ね、あんまり来ることがないんですよ。お店もそんなにこういろいろ入っていなくって、なので比較的いつも空いてます。ケーキ屋さんでね、何があるのかも、なのであんまり私も分かっていないですが、あのたまにね、こう中国のモールって人が少ないねってい こうコメントがあるんですけれども、ここのモールは少ない。あのもっと人がいるモールもあります。ただここは少ないですね。なんかジーンズのなんていうな、これ展示がやってますね。ジーンズの展示会、展示、なんていうんだろう、エクジビション、エキシビジョンか、これもジーンズ、こんな感じでありますね。あとこっちはあんまない。で最近ですと、あの先日ですね、
ニーハオモバイルさんという企業からご依頼いただいて、ご提供いただいて動画を作りました。でその時にも中国の違うモール、広州の太空ふいっていうまた別のモールで撮った動画もありますので、もしよければこう中国のモールの雰囲気、どんなお店があるのかなって知りたいと思う方はぜひそちらも見てください。そちらのモールは、もう少しこう高級ブランドがすごくいっぱい入っているようなモールでして、でここはもう少しその中国のお店が入ってる感じかなって言ってたら、目の前にスタバが見えてきたんですけれども、パパパパ、パパパパも何かの展示なのかな。あとはこの建物に、あれこの建物かな、隣の建物かな、カラオケも入ってて、先日初めてカラオケに行ってきました。中国でずっと興味あったんですが、やっと行けて、ですごく当たり前なんだけど驚いたこととして、中国のカラオケって字幕はあるんですけどピーンがついてないんですね。で今考えればそれはそうだろうとなるんですね、中国なので。でも今まで他の国で、中国の歌を歌う時は必ず字幕があったので、字幕がないっていうことにびっくりしてしまいまして、ただそれでも何曲かこう覚えてる歌もあったので3曲ぐらいは歌えたんですけど、カラオケまた行きたいのでそれのために頑張ろうと思います。でさっきのエリアに戻ってきました。こんな感じですね。でここには本屋さんがあります。ここの本屋さんは好きでたまに来ます。ちょこちょこね、日本の本も、日本語ではないか、日本の本の中国語版も売ってたりするんですが、ないかな、メイヨー、あ、これ、あ、違うか、日本の本、ない、ないことはないはず。来た時漫画とかもいっぱいあったんですが、美術的なあれが多いですね。で中国の本屋さんはコンポーザーズ、シャネルのがある、これもいっぱい入ってる、ちょっと興味ある。中国の本屋さんは結構椅子が置いてあるところが多くてですね、そのまま座って読めるお店も多かったりします。カフェも併設されてますね。皆さん聞こえてますかね、声。スペースなんだ。あ、読書会があるんだ。読書会、サロンもやってますね。サロンが日本でもあると思うんですが、中国でも結構あります。あとこれ天気の子ラピュータ、薬なんだっけ、薬屋さんの独り言だったかな、薬屋の少女、鬼滅ありますね。やっぱり日本のものがいっぱい。新田ミンツ、君の名は、いっぱいありますね。ワンピース、ドラゴンボール、スラムダンク。え、なにこれ？雑誌？スラムダンクの雑誌？スラムダンクの雑誌なんてあるな、コナンもある。これは日本のなのかな？ここ絵本ですね。
ウリーもあります。ウェイリー、あ、シークレット、これ読んだことあります。はい、カナダに住んでた時に読みました。ここの本屋さんはね、もう座るエリアがいっぱいなんですよ。一個一個の席も離れてるので、結構のんびりと本を読むことができます。ちょっと音大きいですね。PA を作ってるんだ、すごい。ちょっと上に行きましょうか。終わった。ということでね、まあ、さっくり見ていただくと分かると思うんですが、このモールは本当に閑散としてます。これはね、いつ来てもそうなんで、多分いつでもそうなんですね。でも今日は下に人がいっぱい。あとは映画館もここは入ってますね。映画館がこっちかな。ちょっとめちゃめちゃうるさくてごめんなさい。ただこのモールは新しいのかな、だいぶ綺麗です。あれは何のお店？え、あ、これここに入ってるんだ。来たかったお店、気になってたお店、この辺にあるの知ってたけど、ここにあったんだ。あ、今度来よう。美味しいらしいです。イーティングテーブル、ついじゃーって書いてある。甲州ついじゃーって書いてるけど、何の基準でなんだ。甲州で一番いいレストランって書いてるけど、何基準かは書いてないのでわからないですね。美容室、静かですね。で、私なんですが、あと半年弱で日本への帰国となります。もう今からね、寂しくてたまらない。これはなんだ、なんかパーティーやってる。何のパーティー、美顔器かな。メイロンピンってなってるから、あ、美容用品のお店ですね。美容系のお店が多いですね。あとはユエツアイ、ユエツアイは広東料理。ちょっとあっち行くとまたダンスなので、ここから上に上がりましょう。そう、このモールは本当にね、綺麗なんですよ。で、多分人もそんなにいないから、そんなに老化もしない、劣化か、劣化もしない感じです。皆さんは夏休みはどこに行かれるでしょうか。私たち家族は、ウイグルへ旅行に行く予定です。映画館ですね、こちら左に見えるのが映画館です。本当に、あ、アヤマ、静かですね。中国は映画は結構安いらしくて、もう2年も住んでて1回も未だに映画館行ってないんですけど、多分本当に1回すごい安いチケットとかだと30元ぐらいで見れると聞いて、600円とか6、700円ぐらいで見れるらしいです。あ、あれ日本のじゃない？あれ、ニーダミンツ、君の名は、あれ、君の名は今もやってるん
八年我终于再见到了你。もう一回やってるってことなのかな。ですかね。お、スパイダーマンもやってる。7月26日。へえ。なるほど。あ、これは？わからない。多分日本のだって誰かに教えてもらったことがある気がします。チケットはここで買うんですね。もうあのチケット売りはこれだけですね。人がいるのがない。見たかった映画があるんですけど、まだ見てなくて、再会兆候というドキュメンタリーフィルムで、竹内涼さんという中国で、最近の中国で多分最も有名であるであろう日本人の方なんですけれども、あのすごい大尊敬している方で、中国のこういろんな地域に行って中国の良いところを伝えるドキュメンタリーを撮っていらっしゃるんですね。で、彼の動画、本当に何だろう、すごくその地元の方とのやり取りとかがそのまま映っていて、すごくおすすめで、で再会兆候はね、今年日本でもあの放映されていたので、多分映画館でまだやってるか分かんないですが、多分見ることできると思うので、もし機会があれば皆さんにもぜひ見ていただきたい。まだ見てない私が言うのもあれですが。で、またダンスの場所に戻ってきました。高い。こんな感じです。本当にあんまりお店がないですね、このモール。歩いて気づいた。なんか減ったかな。前もうちょっとこの辺もお店なかったっけ。ここは本が並んでる場所ですね。本がいろいろ並んでおりますが、 K-POP ランダムダンス。知らない。エスカレーターが邪魔だった。あれ、ここなんかなかったっけ。あ、クマモン。夏目漱石さん。夏目漱石。この辺はないですね。コーヒー屋さんがあったのかな。でも本が、本当にね、本がすごい並んでるんですよ。あっちはなんだ、あれはレストラン？なんかすごいサインがいっぱいしてある。アート、アートの始まり。これはなんだろう、レストランかな。レストランですね。ミスターフィッシュ、シーフードだ。映画館。まあ、こんな感じで、ここが冬広場という、中国広州の比較的、まあ、駅も近い、こうなんて言うんでしょうか、中心地にあるモールですね。ここが一番私、他のモールに比べて人がいないかなという印象。他のモールはもうちょっと、あのやっぱり週末だと特に栄えてますね。並んでるお店とかも多いし。これで、あ、ここさっきのエリアに戻ってきましたね。さっきパーティーやってらっしゃったエリア。My beauties。
先日、幼稚園で面談がありまして、幼稚園の面談が毎年7月にあるんですね。こう中国は9月から、中国のほとんどの幼稚園なのかなは9月始まりの、まあ、6月7月で終わり、8月はだいたい夏休みっていう感じなので、先生との面談のお時間をいただきまして、自分の子供たちが幼稚園でどんな生活をしているかとか教えていただきました。あっちはさっきいたところか、もうないですね。じゃあ降ります。でね、そうしましたら本当に嬉しかったのが、私2人幼稚園に通ってるんですけれども、卒園した年長さん組にいた娘と年中の息子と、どちらも今年1年での伸びが本当にすごかったと先生に言っていただいて、本当によく頑張ったねと。今まで例えばやっぱり異国の地で言葉もわからない中で幼稚園通ってたので、最初の頃はなかなか慣れなくて、先生の言ってること分かんなかったりとかもあったけれども、この1年はもう本当によく伸びたねと、2人ともすごい頑張ったねということで先生からお話しいただいて、周りのお友達の見本になるようなこうしっかりとした行動ができていたりだとか、先生の言ったこと何回も言われないでもきちんと理解できたりだとか、お友達に優しくする、まあ普通に本当になんて言うんでしょうか、普通に一なんて言うんだろうな、外国人としてではなく一園児として普通に馴染んでみんなと生活をして楽しんでいたっていう様子を先生からお伺いすることができて、本当に感動でした。嬉しかったです。なので、まああと半年で帰国なんですが、これからこううちの子供たちはあと半年間中国でより楽しい時間を過ごせたらいいなと思いますし、このようなすごい素晴らしい縁に出会えたことに感謝だなと思います。言葉がわからない頃からずっと見守ってくださって、今ではこう園の先生だけじゃなく、例えば警備員の方だとか看護師さんの方とか、本当にみんなとこう親しい良い関係を築くことができて、良い縁で育てていただいたなと思っています。なのでこう外国に来ることでね、不安を感じながらこの動画見てる方もいるかなと思うんですけれども、こう中国に来るための行く前の準備として見てくださってる方も結構いらっしゃるというふうにお聞きしているので、なのでそのもちろん私は一つの園にしか子供を通わせていないので、全ての園が同じですよとは言えないんですが、こう良い幼稚園とか良い学校とか良い先生との出会いが皆さんにもあるようにと心から願います。本当に中国の優しい皆さんに助けられて、私と子供たちはこの幼稚園生活を乗り越えることができたので、本当にありがたい限りですね。一応ローカルインターナショナル幼稚園といってローカルなので、通ってるのはほとんどが中国の方なんですが、インターナショナルとついているだけあって、一応こう例えば英語ができるお子さんだったりとか、お父さんお母さんが海外に住んでいたことがあって英語ができるだとか、こう比較的こうグローバルな考えを持った方が多いので、私たちが初めて来た時もこう、あ、外国からお友達が来たんだよってこう英語で話しかけてあげようねっていう風に言ってくださるご両親がいたりだとか、実際私に対しても英語で話しかけてくれる方がいたりとか、生活の中でも中国で慣れないこともあるだろうということで、いろいろとこうサポートしてくださる方がいたりとか、本当にたくさんの方に助けられて支えられてここまで来れたなと思ってます。ここはなんか民族衣装のお店ですかね。
ちらに行くとまたダンスになっちゃうんですね。ここは香水のお店、香水かな、かわいい。おこ、はい、いい匂いがする。なのでローカルインターって何なのって、今ローカルインターの話ちょっとしたんでしますけれども、ローカルインターも園によっていろいろ違うので、あくまでもこううちの通ってたローカルインターについてですが、ざっくり肌感覚で言うと中国系のお子さんが9割5分かな、でそれ以外の国の方が5%いるかなっていうぐらいなので、比較的授業も全部中国語で行われますし、先生も英語のクラスの先生を除いてはみんな、中国の方、英語の先生は英語が母国語の方がいらっしゃるんですけれども、なので朝登園してから帰ってくるまではほぼほぼ中国語に触れて生活をしているので、中国語はだいぶ上達しました。もう本当に普通に話してると中国の、子供と見分けがつかないぐらいになりました。それは結構自分で親からこうひいき目で見ているのではなく、いろんな方にそうやって言っていただくので、多分そうなんだなと思いながら、でこちらも何もなかったですね。で英語に関してはうちの園にしてみると、こう午前と午後に英語の授業が毎日あるので、で特にアウトプットすることを結構大事にしてるなという印象で、もちろん単語とか教えてもらうんですけど、それをとにかく口から出してみようっていう感じなので、英語を話すことへの抵抗感みたいなのが子どもたちは減ったかなと思います。そうですね。であとは例えば運動会だとか卒園式のようなこうイベントの時に、司会の方が英語と中国語でご案内をされたりとか、子どもたちが踊る歌とか踊りとかが英語の曲と中国語の曲であったりだとか、あとは英語で対応してくださる方が園にいるので、例えば申し込みについてとかお金のことについてとかは英語でもやり取りができるっていうのがインターナショナルな部分かなと思います。ジムがある。結構英語が話せるお子さんも多いので、うちの子供たちは中国人ではないので、こう私の子供たちが入園した時は、中国人じゃない外国の子供が来たから英語で話そうって言って英語で話しかけてくれる子も結構いたりとか、あとは日本語、日本からお友達が来てくれたからちょっと日本語を勉強するって言って、こんにちはとかありがとうっていう言葉を学んでうちの子供たちに話しかけてくれたお子さんがいたりだとか、本当にねみんな優しいんですよ。で幼稚園の先生も本当に入園したばっかりの頃はうちの子たちのためにこうおしっことかママ来たよとかっていう簡単な日本語を頑張って覚えて子どもたちに日本語で話しかけてくれたりだとか、本当に皆さんすごくよくしてくださって、で日本語話せる先生もねうちの園は一人いらっしゃって、ただ日本語専任としているわけではなく、普通に授業をこう担任を持ってる先生が偶然ご自身の趣味で日本語が話せるという感じなので、体験入学の時にちょっとご案内をしていただいたりとかの時は日本語で助けていただきました。ということでローカルインター通わせて本当に良かったなと私は思っていて、ローカル感はある、なぜならローカルの幼稚園だから。でもじゃないな。でその上でお味噌、その上で英語にも触れることもできる。
でかつ中国語は伸びる。なので中国にいて中国語も伸びることができるし、でもちょっと英語に触れることもできるし、でもがっつり本当に中国のローカルの英語何も関係ない園だと、さすがに最初からはちょっとしんどかったかもしれないけど、英語が話せるとか英語を話したいっていう方が園の中にいたことで私たちもだいぶ救われたので、こうもちろん日本人学校とか完全なインターナショナルスクールとか選択肢はいっぱいあるので、どれがいいとかはご家庭それぞれですが、ローカルインターも良かったよということをぜひ知っていただきたいなと思います。はい、ということでだいぶ長くなったので最後ローカルインターの良さについて語ってしまいましたが、今日の動画はこの辺で終わろうかなと思います。皆さんいつもこのチャンネルをご覧くださってありがとうございます。またこのチャンネルで、こんな動画が見てみたい、中国のこんなことが知りたいというのがありましたら、ぜひ、コメントでいただけましたら今後の動画作りの参考にさせていただきたいと思います。ではチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。だよね、チェリー怒ったのね。ね、本当これさっきの人帰ってきた。啊，那么。